シド、どうして。そうか。突然。ああ、そんなことか。それなら私は別に。シド、ありがとう。私を励ましてくれたのだな。うん、分かっている。だから私の心も少し温かくなった。確かにそうかもしれんな。勉強していろいろ教わってもいるのに、どうし、向いてない。シドウもそう思うのか。いただくぞ。いただきます。じゃあ私もいただくわね。シド、ちょっとテレビつけてくれない？天宮タワーといえば、新天宮タワーのオープンに合わせて観光スポットとして力を入れていくようですね。新たな取り組みももう行われ始めているようですね。あの、去年できたモニュメントも特徴的ですし。ああ、そうですね。天宮タワーのモニュメントは新天宮タワーの建設に合わせ有名。あれ、天宮タワーじゃない。そろそろ見納めだから。何よ、どうしたの。観光スポット化が気になるの。指導って割とミーハーよね。モニュメント、まあデートの待ち合わせ場所としては悪くないんじゃない。じゃあ何よ。モニュメントが変な感じって、それだけじゃわけわかんないわよ。私は見ていないぞ。
ちょっとシド、どういうことよ。シドが知らないうちにトーカを怒らすようなこと言ったんじゃないの？それに例えばそのモニュメントにはそういうイルミネーションが仕込んであったとかかもしれないわ。なるほどね、そういう可能性もあるのか。もしかしたら見晴らし台と同じかもしれないわね。さっきから私がどうかしたのか？私がいつぼーっとしたのだ？何のことを言ってるのかさっぱりだ。シドーさん、具合悪いんですか？シドーさんが大丈夫なら安心です。まだリンネちゃんに頼ってればよかったのにね。痩せ我慢して無理しちゃったからじゃないの？ヨシノを心配させちゃうなんて、シドー君も罪作りな男でね。シドウ君が知らないだけで結構みんな隠れて泣いてるかもしれないし、気づかないうちに人を傷つけちゃうタイプっているんだよね。ヨシノ、その手の話はこのアホ兄にいくら言っても犬に論文、ウサギに才能、不毛の極みよ。まあ一言で言えばお人よしが裏目に出るタイプというか、悪気がない分タチが悪いのよね。もっともこんなお人よしだからこそみんな指導に惹かれるんだろうけど、とにかく指導が見たっていう光の情報も一応探ってみるわ。何よ、まだ何かあるの？前言撤回ね。あなた何言ってるの？本当に頭大丈夫？そうね、これは思いのほか重症ね。一度本部で本格的な検査してもらった方がいいかもしれないわ。あのモニュメントは確か、そう、新天宮タワーの建設が始まった頃よ。さっきテレビでもやってたでしょ。新天宮タワーの工事が始まったのは一昨年ね。ほんの数日前まで高熱で3日も意識不明だったんだもの。ただでさえ崩れやすい指導のプリン脳が湧いてしまったとしても仕方ないわね。みんな天狗タワーがそんなに好きなのか？これからは新天狗タワーの時代ということか。では解除したらまた一緒にデートに行ってくれるか？いいんじゃない、行ってくれば。プリン体の脳でもそこそこのデートはできるで。そっちの方が血流悪そうで真に迫ってると思うけどねえ、お人よしのシドウくん。もちろんうちのヨシノも連れてってくれるんだよね。
噂の新天宮ラブラブタワーにさ。それともなーに、シド君はヨシのおかげで泣かせても平気なのかな。ヨシの、そんなこと言ったらシドさんが困っちゃうよ。私は行きたいなんて言ってないけど、まあシド一人じゃ心もとないって言うなら付き添いがてら行ってあげなくもないけどね。あ、分かったわよ。うむ、一歩前進なのだ。ヒューヒュー、モテる男はつらいね。ところでシド、気がついてる？ご飯食べ終わってないの、もうあなただけよ。石が本当に光ったのか？そうか。では朝と同じようにしてみればよいのではないか？うむ、役に立てたならよかったのだ。うむ、では行ってくるぞ。おーい、シド、着いたぞ。シド、シド、離れろ。一体何が起こってるのだ。貴様、何者だ。
こちらも容赦はせぬぞ。シドウ、出るな。シドウ、怪我はないか。シドウ、奴らには意志が感じられん。話しかけても無駄だ。だからシドウ、おとなしく下がっていてくれ。案ずるな、今終わらせる。サンダルフォン。私たちが戦ったのはここではないどこかなのだろうな。あの石が光った時にとても強い力を感じたのだ。あるいは私たちだけ結界とやらに閉じ込めたのかもしれんな。それは分からんが、ただあれが攻撃してきたのは警告かもしれん。シドウに万が一のことがあっては困るから攻撃は全て弾いた。だがもっと激しく攻撃することもできたのではないか。なぜかは分からぬが、あやつはただ私たちにここに近づいてほしくなかったのだろうな。難しいことは私にも分からんが、シドウ？結果良ければ全てよしってわけ？ふざけるんじゃないわよ、このアホ兄が。私に黙って何勝手なことしてるのよ。何かあったらどうするつもり？自分の体のこと分かってるの？今は治癒の炎が失われてるのよ。まあ無事だったのは何よりだけど、そのモニュメントはすぐに調査させるわ。だけどね、あなたの勝手な行動で精霊たちが暴走する可能性だってあるわ。だから今度からは必ず相談しなさい。分かればいいの。天狗市を覆っている広域結界と何らかの因果関係はありそうだけど。ええ、これで少しは進展するかしらね。この件に関してはこっちに任せなさい。指導は引き続き精霊たちのこと頼むわよ。
シド、シド、起きなさい。報告があるの。朝食前に少し時間もらうわよ。どっちかじゃないわ。あのモニュメントに近づいた時、それを妨害するかのように天使のようなものが現れた。ならそれはセットで考えた方が自然。断定するには材料が少なすぎるわね。観測数値の記録だけで言えば、精霊に酷似しているのは確か。数値上は精霊のそれに限りなく近い存在ってこと。加えて指導の報告通りなら、トウカたちのような自由意志のある精霊とは別種の存在だろうけど、指導の脳がアザミウミタマゴバチより少なかったとしても、それぐらいの想像力は持っててほしいわね、人と。もういいわ。とにかく霊力で生成された存在であることは間違いない。指導から聞いた状況から考えるに、ゲーム的に言うとゴーレムとかガーディアンとかそんな感じね。指導、それは自分の状況をちゃんと理解してから言うべきだってわかる？指導の話を信じるなら、おそらくその天使みたいなの。ガーディアンは防衛用なのよ。つまりあのモニュメントはそうまでして守る必要があるってこと。ええ、そこまではさすがにね。だけど少なくとも結界に関わってそうなのは確かよ。試しに指導から報告のあった時間帯に絞って、モニュメント周辺の霊波パターンを解析してみたの。あのモニュメントから微弱に出ている霊波パターンの波形、天宮市を包む広域結界と重なるのよ。規模が違いすぎて危うく見落とすところだったけどね。思いつきで試してみたらぴったり一致したの。結界とモニュメント、2つの存在は密接に関係しているわ。要するにこれが指し示す答え。あのモニュメントは結界を支える足場に間違いないわ。それでうまくいくならもうやってるわよ。残念ながらこれはそんな簡単な話じゃないわ。勘がいいわね。その通りよ。この天宮市のどこかにあのモニュメントのように擬態化してる別の要があるはず。ええ、まだまだ先は長いわけどね。シド、それを調べるのはこっちの仕事よ。シド、もちろん何か気がついたことがあったら報告して。でもそれ以上はダメよ。解析がうまく進んで敵の根城も分かってくれれば楽なんだけど。それを作った親玉のことよ。結界で私たちを閉じ込めておきたがってる何者か。ってもうこの話は終わり。あなたはあなたのするべきことをしなさい。念押ししておくけど、今のあなたは不死身じゃない。絶対に無茶はしないでちょうだい。ほんと心配でレーネより寝不足になりそうだわ。なんでもないわよ。朝ごはんできた？シドウさん、おはようございます。やっほー。はい、いただきます。あれ、トウカはどうしたのよ？
あのトーカが朝食も食べずに出てったっていうの。なんでもないわよ。ま、そのうちわかるわ。ありがとう。考え事そうなら、あと5分17秒。私はただ